ある日、あなたの初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければ、すぐ帰れた。サボってんじゃない。ちょっとついてねえよな。今直します。これも一元。苦しいですよ。ありがとうございます。僕はこのバスに乗って、散歩するために水蓮公園へ行こうとしているんだ。次は水蓮公園前。
水田公園前降臨なる方は次で降りなきゃ。はい、地震、強い揺れだって。大きな揺れだぞ。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は人と助け合ってお互いが生き延びようとするだろう。名前は言えるか。とにかく早くバスから離れろ。恐ろしかった。
送してまいります。為替圏で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。それでは地震情報です。震度7が川瀬県翡翠市山根市、震度6弱が川瀬県。強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。